だけどウイルスを人間が作っちゃうっていうことが分かってる。ここは作ってんだねっていうことになって。すみません、動画撮ってもいいですか？どうぞ。そう、みんなにあれする顔じゃないけど、うん、まあ、本当の人と違うからね、うん、まあ、注文では本当にここでこの名刺を渡しておいた人が、つい最近では3年半ぶりぐらいに来て注文でこの間作りましたね、オパールの指輪をだからそういう人がここで、だから私は注文の方が多いですね。まあ待ってますからね。でも金だとこれ使うことないでしょ。使ってから今な決して高くはない値段ですけどね。呼び込めばね。最近使うとこがない人多い。自分はもうそろそろ死ぬしみたいな、ね、追い詰められてるわけですよ、ね、亡くなる時に金だからね、金で折りにこのぐらい大きくしてほしいって言われて、へえ、これも分かりました。何々とまたどうぞこちらへどうぞ、うん、どんどん来てください。ありがとうございます。あれですか、このお名前はこの海さんっていうの。海の海です、まあ、名刺で。あ、すいません、じゃ名刺いただいて。あすごいですね。それは大きいところにこう飾ったりする、まあ、明かりとか結構作りますけど、それは蜘蛛の巣を銀で。あ、銀でね。蜘蛛もこれ 高そうですよね。15万ぐらいです。だからその裏がジュエリーです。あーで土浦の住所があるんで、タヌキ、あ、懐かしい。LB。すいません、撮ってもいいですか？なんだ、七福神が、はい、あ、いいですか。いや、いや、あれですよ、面白いですよ。これ日本のじゃないでしょ。これじゃないですよ。これはね、なんか東南アジアかな。東南アジアかな、アフリカ。あ、アフリカ。結構やっぱ珍しいから、うん、断続。へえ、すごい。時代はしっかりね。
あ、結構ね、やっぱり木ですよね、これね。違う、手が凝ってますもん。ああね、うん、あれはこれはなんか小学生のあの、ああ、うん、ムツゴロウね、濃いムツゴロウ。ああ、ね、値段が、値段書いてないね、珍しいね、うん、まあそれはさすがに3000ぐらいでしょ。2万も3万もしないでしょ。しないです。そう私も鑑定士じゃないけど、そんなにだって手が込んでないです。でもね、味はあるんですよね。あ、味はね、ムツゴロウもね。あ、ムツゴロウ、逆にムツゴロウ。ムツゴロウって有名な人なんですか。いや、ムツゴロウってあれいるじゃないですか、あの干潟に海の、うんうんうん、あ、あれか、鯉じゃないのか。あ、ごめんなさい、ムツゴロウね。はいはいはい、有明のね、はいはいはい、これは鯉ですね。これは立派なもんだね。なかなか面白いもんがいっぱいありますね。うちはね。あ、前ごめんなさい。これは刀だけど本物じゃないですよね。だから安い。5万円ぐらい。あ、俺結構鑑定士になれるかな。近いよね。それをね、さらに付いた値段で買った人は一人もいませんよ、うんうん、値段を。まあちょっと、うん、ちょっと負けないとね。ね、え、何？東京に、ええ、平和島のアメンベルなんですよ、いつも。これ何ですか？平和島行って流通センターの大きな祭事、年5回そこに行くとね、うん、ぜひあのあれしてください、PR を。PR？ 私もここあの PR で役を。あ、そういう人なんですか？うん、そういう人なんですか？別にあの難しい、ほら、ええ、本編。あ、ホームページ、あ、やってるんですね、うん、それじゃあホームページ作られてるんですね。作ってこういうふうにそうですね、作ってます、うんうん、これ表紙ですけど。あ、表紙ちょっと、撮っていいですか、動画を。火縄銃ですか、あれは。こんにちは。撮ってもいいですか。朝鮮人参、外したな。外して捨てようと思ったけど、あ、これ何も大変できんじゃん。で、あの、いただきます。ガリか。
持ってきませんでしたねとかさ、おめえ買わねえと持ってくるわけねえだろ、こんなもん買ったのね。すみません、撮ってもいいですか？いろいろ。あ、いろいろか。うん、あ、これ油だ。そうです。あ、そうかそうか。あと、なんていうんですか。ハンガー。ハンガハンガー。なるべく安いもの持ってくる。フリマーケットとかで商売したら。ここにかけ